こんばんは。はい、こんばんは。ちょっと待ってね、今タイトル打ってるからね。早いな、集まるのが早いよ君ら。久々で嬉しいや。いやー、すまんかったの、全然できてなくて。よいしょ。いやー、わあ、ほんとヒゲすご。せやねんヒゲ面やねん。そう、もう髪もさ、もうすごいよ、バックパッカーのごとし。こんばんは。はい、こんばんは。伸びたね。もうヒゲも髪も伸びたね。全体的にボボワイルド。せやねん。部屋退去した。ここ新居。そう、ここ新居。引っ越し終わってないんだよ。今ツアー中。もうちょっと追って、もうちょっと最新情報を追ってね。あの、一応ね、前作のね、あの夏インストールの対バンツアーが終わりまして、今は、まあ割と、まあ制作期間中かな。制作期間中。うん。ね。もう来年になっちゃうけど、来年の、アルバムですかね。あ、いや、ちょっとアルバム、うん、いや、まあ、ミニアルバムになるかシングルになるか、まあ、来年のね、リリースに向けて、新曲とかをみんなでやったりしてるし、こうやって、フェスもね、ちょいちょい呼ばれて、明日は大阪のビレバンフェスでしょ？で、夏の魔物もあるでしょ？あと、あれ、なんだっけ、ベイキャンプもあるでしょ？そうなんだ。そういうね、結構なんか、合間に制作をしながら、フェスを回るみたいな時期かな、今は。今時期としてはね、そこそこ忙しいね。そうなの。ヒゲ剃らない、ヒゲ剃る。今日、もうなんか、人前に出ないし、いいかな、みたいな。そう。配信はね、やるかもな、とは思ってたけど。うん、それもそれで似合う。本当？もうすぐそれって言われる。そう、人前だぞは分かってるんですけど。え、かっこいい、本当。ね、配信なさすぎて寂しい。だからね、ごめんなさい。あのね、俺個人の話をしてさせてもらうと、もう本当にね、あのね、お引越しがね、もう本当にね、地獄。老けて見える。もうね、地獄。千葉銀久々に見た。千葉銀だけじゃないでしょ。メンバーほとんどみんな見てないでしょ。みんな。のこさんはあれか、なんか、あれ？聖域配信やってるのか。わかんないけど。のこさんの聖域についてはもう本当に何の知る由もない。すごい、部屋が暑いんだけど、エアコンのこと。そうなの、辛いの、本当に。やってないよ、最近。そうでしょ？ごめんなさい、だからね、もうね、ちょっとね、ツアーもね、結構な忙しさの中回ったんだけど、そう、ツアーがね、みんなして、終わったーっつって、今ちょっとなんかね、制作はもちろんちゃんとしてるんだけど、スタジオも入ってるし、あのね、こういう、フェスのためのスタジオとか、新曲のためのスタジオも入ってるし、すごいね。いや、裏活動はやってるんだけど、今ちょっとね、みんな気が抜けてね、表活動はあんまりやってないっていうね。そう、そうなの。ミサコ7位だって。ミサコ7位って何？ミサコ7位ってどういうこと？退去日いつまで延ばしたの？退去日はね、29まで延ばしました。俺だって大阪から帰ってくるの28日の朝だし、
千葉銀こんばんは。はいこんばんは。銀さん今とここのビジネスホテルですよ。明日のね大阪のね大阪でやる ビレバンフェスのためにね今大阪に来てるんですよ。番門7位、M ステ7位、 M ステで7位ってどういうこと？シングル7位。そういうこと。なんかあれなんだよね、 M ステのランキングってオリコンじゃないんだよね、あれね。なんか独自のランキングなんだよね。ね、おバイブス聞いたか？俺は聞いた。大阪どうすか？まあね、まあまあ、ぶっちゃけた話あれだよね、ご飯食べ行ったんですよ、大阪着いてからね。もうね、店じゃない、このホテルの周りにね何もなさすぎてね、もう松屋食ったよね。不祥事はやめてな。何の不祥事で捕まるんですか。今日なんかかっこいいな。何？ひげ効果かな。何かな。人相悪い。すいません。ビジネスホテルだからな、気をつけないと。で、何？そういうことか。そういうことか。不祥事、そういうことか。あれか。あれね、そうね、明日の24時間テレビ出れなくなっちゃうからね、俺もね、そう、不祥事起こしたからね。なんかね、うん、明日のね、24時間テレビ出ないといけないからね、うん、旬だわな、つって。やめろ、旬とか言うの。何？歯ブラシ頼んだ。ちょっとごめん、俺その詳しい話知らないんだ。ネットでほんそんなことあったんやって見たくらいだから、歯ブラシとかそのフロントがどうのとかちょっと分かんないの、その詳しい一連の流れ。ひげ濃すぎて誰か分からんかった。いや俺もね、鏡見るたび誰だろうなこいつって思うの。知らなすぎ。そうなんだ。歯ブラシを何フロントで頼んで持ってきたところをやっちゃったんだ。むさ苦しい千葉君、悪くない。本当？まあその話はやめとこう。やめなさいよ。そうです。あ、そういうことか。お酒飲んでんの？飲んでないよ。でもね、もうちょっと今日飲もうかなと思って買ってあるんだけど。ポケモン GO どう？ね、ぼちぼちやってる。ぼちぼち、うん、千葉銀のお母さんかわいそう。俺のお母さん、うちのママはかわいそうじゃないだろう。怪しい中国人みたい。すいません。千葉銀は枯れてるから襲わない。枯れてないですし、お寿司、うん、ポケモン GO もう飽きちゃった。本当？みんなすぐ飽きるよね。今頃泣きながら謝罪してるぞ、うちの母ちゃんが。してないわ。こんばんは、んが。なんだよ、うがって、うん、千葉銀の着てる T シャツが気になる。俺も気になる。これ何？いや俺ね、ナメクジかなんかだとカタツムリ、いやナメクジかなと思ったんだけど、足があるんだよね。足がある。わかんない。パジャマちゃうわ、これ着て大阪まで来ましたわ。靴下履いてる。なんだこれ、なんだ、足裏がね謎すぎて。まあ可愛いからいいんだけどね。可愛いから。どこで買った？いやこれ差し入れでいただいたやつですよ。差し入れでいただいたやつ、うん。そのホテルゴキブリ出たらタダになるとか。ちょっと待って、お前把握しすぎだろ。把握する要素の何かは何も映してないぞ。なんでそんなビジネスホテルに
詳しいんだお前、本当やめろ本当に。そうなんだ、しかもただになるのゴキブリ出たら、千葉ギに似てるね本当。俺こんなんかな、レイプ配信しよう、お前は不謹慎だぞ本当に。よゴキブリ買ってきたらやめろ、ゴキブリ GO しましょう、今すぐゴキブリを捕まえてこい。いやそもそも別に俺自腹で出してるわけじゃないから、ここのホテルはね、自腹でね出してるわけじゃないから、そんなにただになるならぜひしたいみたいなのがないよこのままアイコスどうですか、アイコスいい感じで。ポケモン GO のレベルはね、トレーナーレベルってことでしょ、なるほどね、24になりました。ジーダス前にモノくん呼ぼうぜ。そうだね、ゴキブリといえばモノくんだもんね、博士を呼ばないとね始まらないよね、ね。千葉に悩みある引っ越しが終わらないことだよ、あとお金がな。いや引っ越しって高いね、あちょびっくりしちゃった俺本当に。引っ越し、いやもう引っ越しも別にそんこの初めてじゃないんで、初めてではないので、まあお金がかかるもんだと思っていたけど、やめろ金欠インポベーシストとか言うのやめろ自分いつもお金の話、ちょっと待ってよ、悩みないのって聞かれたからさ正直に答えただけだよ。プロミス君がいるじゃん、いやプロミス君ほんと頼もしい。久しぶりに千葉銀見た、俺も久しぶりにやったもん、千葉銀の親友紹介して俺の親友紹介しようか、じゃあ、ね、後でね、じゃあもうちょっとしたらね集金下手くそすぎんだよお前らそんなバカなそんなバカな、そうかな、やっぱりそう思う、俺もそうなんじゃないかなって感じてたんだけどさ、よいしょ、うなぎ豪華だった、ああうなぎね、モノくんにね、モノくんにねあの引っ越しのお手伝いをしてもらってね、闇金に手を出したらダメ、闇金ってあれでしょ、あの俗に言うあのあれでしょ、電信柱とかにチラシが貼ってあって側近用意しますみたいなやつでしょ。プロミスさんとかはいいんでしょ、アコムさんとかね、いいんでしょ、残生きてる、残さん元気ですよ、ちゃんと千葉銀行さんとお友達に、千葉銀行さんから借りてしまったらそれはもう融資じゃん、え貸してくれるの、トイチとかそんな高くないよ、スマップのリーダー千葉銀行もはどう返せばいいのそれどう返せばいいの、千葉銀お金持ち感ある、本当そうかな、のこちゃん来ないの寂しいな、おのこちゃんは来ないんで帰ってくださいすいません、今日は千葉キャスには来ないです多分、ニート感しかないよ、そうだよね、俺もね、あのねお金持ち感はないなって思ってた、千葉銀はパチプロになるべき。パチプロか。俺、あれですよ、ギャンブルそんな良くないですよ。プロミスの借金取りに追われてバンド辞めた人いるんだよ。ああ、そうだろうね。いるでしょうね。いるでしょうね。キムタクと喋ってやれよ。ごめん、キムタク無視して。無視してごめん。なんか。ほらごめんパチンコするの昔ね、あのしてた時代があったくらいの感じですね、もう全然全然もう全然、千葉銀この前のキャス録画公開して、あらしてないかな、この前っていつやったか思い出せない、あああれか、
あれか、ニコ生、ニコ生しに、ニコ生の部屋にこうやってあの行ったら、すっごいニコ生のやつらに怒られまくったやつか、怒られまくったやつか。そうか、目腫れてるの、寝てなかったんだそれ見たかった。あ、分かった分かった、それちょっと公開しとく。うん、なんかね、録画公開って言ってから時間がかかるんだよね、すごい。で、公開って押してなんかこうセット完了みたいな感じにするまで寝ちゃうの、大体。うん、ヨギさん明日頑張ってね、ありがとうありがとう。うん、サイン書きも非公開。あれ、サイン書きも非公開だっけ。オレンジレンジ実配信しよう。なんてこと言うんだよ、オレンジレンジ割と好きだよ。うん、そっち台風大丈夫。うん、台風大丈夫だよ。おやすみ、落ちます、おやすみなさい。うん、明日ライブ、久しぶりのライブ。そうかな、 NG フェス大阪でやったばっかりだから、あんまりライブとしても大阪としても久しぶり感はないんだけど。うん、明日の CD 特典って前のポストカード、あ、そう、あの、あれ、あのね、明日フェス、ビルバンフェスに出るんだけど、それの会場で、あの、夏インストールをかな、新生活待ってじゃんの CD なら何でもいいのかな、ちょっと分かんないんだけど、を買ってもらえると、こうメンバーのサインがもらえるよみたいなのが多分ツイートされたばっかりか、これからツイートされるかちょっと分かんないんだけど、そう、あの、消えた300枚が出てきたの。そうなの。つまり、あのね、必死こいてね、10時間くらいだっけ、12時間だっけ、わかんないけど、必死こいて、もう徹夜して書きまくった、あのサインはが出てきて、で、今度はそれが余っちゃったから配ろうっていうそう、余っちゃったから今度ね、出てきて、配ろうっていうことですどこに埋もれて、なんかね、こうワーナーの人たちのこのなんか受け渡しのどっかで詰まってたみたい。うん、ちょっとわかんないんだけど、うん、どっかで詰まってたみたい。うん、荒い商売だな、すいません。そう、それで余っちゃったので、明日そのかまってちゃんの CD を買うとそのサインがついてくるよっていう特典が一応ありますので、今来た千葉銀行マンは いらっしゃい。そう、まあ、とにかくね、出てきてよかったなっていうのと、ね、リリーベで全員が全員来れたわけじゃないと思うから、リリーベ行けなかったよっていう人はぜひ明日なんか、あ、この CD だけそういうの持ってねえやとか、いや、わかんねえ、夏インストールだけなのかもしれないけど、どの CD 買ってもいいかちょっとわかんないんだけど、明日なんか、まあ、とにかく CD を買っていただけると、そのね、余ったサインやめよ、余ったっていうのはやめよ、うん、サインのね、カードがいたもらえ、全員、メンバーのね、衣装チェンジのポストカード、サイン付きのやつがね、もらえるよっていう話ですね。はい、余ったってやめようね、余ってない。もともとね、もともとビレバンフェスも視野に入れて枚数作ってますから、うん、そう、余ったら良くない、本当に良くないよ、欲しい。うん、多分キリバンも入ってる、よう喋るヒゲだなうん、多分キリバンも入ってると思う、多分その中に。うん、ちょっとね、ぜひぜひキリバン引き当ててほしいね。うん、キリバン売れ残りだけはちょっと悲しいね。うん、キリバン持ってる本当はすごいね。だってキリバン、あれ、なんだかんだ言って確率的にはあれですよ、パズドラのガチャくらいの確率ですよ。でも50枚に1枚くらいかな、多分キリバン。うん、多分地方に回ってくる時もある。あー、だから明日のビレバンで配って、さらに余んないで、さらに余力を残して、地方回るときにもつけてくれますかってことでしょ。それはちょっと難しいかもしれない、ちょっと難しいかもしれない。うん、顔変わった？ちょっとね、起きてきたんじゃない？俺、さっきご飯から帰ってきて、配信始めるまで15分くらい余裕があったんだけど、その間、はっつって、
意識がふって飛んで、配信の2分前くらいに、ああっつって、寝てた、危ねえ、寝てたっつって起き、あの、はっと起きたから、だんだん目が覚めてきたんじゃないかな。うん、千葉銀、髪切った方がよくない？ないの、もう。時間も金も。ね、そうなの。切りたいの、もう、切りたい。切りたい気持ちがあるというだけで許して。うん、大丈夫、寝てね、ありがとう。いやもうね、本当に寝てなかったから今日もうすごい寝ちゃった。美容師と付き合っちゃうよ。どうしたの、どっから出てきたのその美容師。新キャラ、新キャラ、うん、本怖って本当にあった話なの？いや違います、本当に怖い話でしょ、うん、なんか今日の千葉銀の顔見慣れてきた3週間ぶりでも金の話ばっか。だって必要じゃない、生きていくにはね。もうしないよ、そしたらお金の話、もうゴールの話しないよ。本当に怖い、あのヒゲが、あれか、本当に怖い話の話か、うん、本当はあんだろ金、やめろやめろ、しない、今しないって言ったばっかり。芸人並みに金の話してんじゃん、すいません。本当に生きるのよ、お金必須でしょ。いや必須なんですよ、うん、いいから口座さらせよ、すいません。すいません、なんかすいません、気を使わせてあれでしまって。リッツパーティーの後怒られた。いやそれがね、あのね、全然怒られなかったいやなんか盛り上げてくれてありがとうございますっつってすっごいうるさくしたのにね、うん、いつになったらピックアップ、わー、ピックアップゴールドの話する、しない、いな、しない、うん、口座さらせば振り込むぞ、もうそれさね、もう多分でもね、それやったら怒られちゃうんだよ多分、うん、だってほら差し入れに金券入れるのもダメっていう、あのさ、あのケチ事務所だからさ、多分それやるとね、普通に怒られちゃうの多分、うん、そうなの。あ、リッツパーティー YouTube の URL 貼ってくれたけど、これ公式さんが上げてくれたやつかな。あのあれね、なんかね、ちょっとネットって難しいよね。ネット配信するとさ、アーカイブとか録画残しようによったらどうやっても別に残せるからさ。でもね、なんか YouTube、なんか権利的なものとか、そう、公式さんが挙げてくれたものだったらね、手放しで、ね、ああ、見て、みんな見て見てって言えるんだけど、怖い、怖いよね。うん、そうなの。ライブのやつも上がってた。ああ、ちょっと見たい、見たいな。なんか、やっぱり、その、じゃーんって出てるアンプからの音は、すごいいい感じで出てたんだけど、その、みんなのね、イヤホンとかスピーカーからどんな風に、音のバランスで聞こえてたがすごい気になるから、できればあれだな、ライブのやつ聞きたいな、すごい、うん、ライブ良かった。ギターの音がくっそしょぼかった。なんだろうね、なんでだろう。ドラムが目立ってたんだ。そうなんだ。あ、コインないんだ、炎上できないじゃん。違うんだよ、俺のキャスは VIP 仕様だから延長コインいらないんですよ。はじめスカスカだった。あ、なんかじゃあ PA さんがいろいろいじってくれたのかな。ベースが聞こえなかった。あ、そうなんだ。ギター最初聞かなかった。ライブ版出して、え、なに、 CD の話、ライブ版の CD か。あれからリッツ買ってきた。いや、リッツはね、本当美味しいよね、うん、ライブ版いいよね、欲しい。あ、ライブ版欲しい。ライブ版の CD 欲しいんだ。え、なに、ライブ DVD とかとはまた違う。ライブ CD なんてクソいらない、うん、まあいろんな意見があるよね、まあ、俺もね、基本的にはライブの CD は別に買おうとは思わない人かな。ライブなら DVD でいい。じゃあ
じゃあ紹介します。僕の親友深瀬です。男はいいらしい。あ、いいの、うん、あ、びっくりしたわ。あのね、ちょっとね、ちょっと一つ提案が、やっぱり襲おうかなと思って。いや、ちょっとね、一つね、相談が、持ってるでしょ、相談が、はい、Wi-Fi はあれだよね。うん、こうそれ繋がってる。そうだよね、うん、あの、鍵閉めたいんだよね、一応。多分あれ、カード抜くと電源落ちると思うんだよね。え、じゃあ閉めなきゃいいだろう、これは。開けとけよ。一応、いろんな私物があるんですよ。開けとけ、持ってこいよ。持ってきていいよ、私物持ってきて。私物じゃなくて、あの Wi-Fi を。ああ、そういうこと。いいけど、一旦配信切れちゃうよ。切れちゃうか、うん、はい、千葉銀性欲を抑えるんで、いや、襲う気持ちは抑えられないよ。負けたままにまずね。千葉銀1日でこんな日飲み、1日じゃないよ、もう3日4日分我慢しましょう。いや、襲う欲はちょっと抑えられない。あごきゅん、こんばんは。まあ、ごめんなさいね、僕も配信してなくてね。本当だよ、お前暇してただろうがよ。暇は、まあ暇と言われれば今暇かもしれないけど、ね、歯ブラシ仕込んだ。なんでお前歯ブラシ持ってこないんだよ。なんで？あれ、僕も知らないんだよ。俺ね、45ぐらいから君の配信を開始してたから、その空白の10分間で何を話しても知らない。じゃあ、あのね、うん、ほら、捕まったじゃないですか。高畑さんね、はいはい、うん、その人が捕まったのがなんかビジネスホテルかなんかわかんない、ホテルで、はいはい、あのなんかこう歯ブラシ交換してくれみたいな電話をして持ってきた女性を襲ったっていう話らしい、はいはい、あ、なるほど。だから今モノ君襲ったのに歯ブラシ持ってこないと、やっぱりそうね、仕込んでこいよ。いやそれは申し訳ない、ね、本当にね、名前を もしくは頭を歯ブラシ状態にしてこいよ。あ、ここでお前、ね、ルークリアですって。僕はい、ルークリアですって。不謹慎だぞ、期待してたのに、まあいいよっつって。不謹慎、不謹慎って言うけど、うん、悪いのは彼ですからね。まあ、うん、まあ、ただね、やっぱり、まあ、不謹慎みたいな話をしたらあれですよね、みんなほら母親の人がかわいそうかわいそうとか言うけどさ、うんうん、何がかわいそうって、襲われた人が一番かわいそうですからね。そういうね、被害者がいますからね。モノ君見るとなぜか喉が渇く。何ですか？千葉銀見るとうんこしたくなるっていうのがすごいあったよね。なるほど。ずっとあのね、2年くらい言われ続けてたんだけど、最近言われなくなる、うん、何なんですかね、ちょっとはははじゃなくて。わかるっつって。わかるんだ。今日顔面調子いい。顔面調子いいらしいよ。僕が？わかんない、どっちか。僕ずっとずっと変わらないけど。そうだね。でもね、やっぱね、変わってますよ。逆か。やっぱり。変わってる。なんかもっとね、うん、こう、なんか、サイコパスみたいな感じだった。僕が、うん、どういうことですか、それは。いや、なんかこう、世を恨むみたいな。ね、してました、やっぱり高校の卒業アルバムとか。いや、もう俺が分かんない。無理だね、あの時の顔無理だね。あの時の顔できないもん。できないね。ラまたもう光が渡しますよ。すっかりね、芝生のようにね、あの国立競技場のような風になってますね。そうだね、うん、すっごいいいよ、触り心地が。いいよ、うん、若干ね、でもね、若干あの油ぎしなんでね。モノ君は可愛さが薄れてきてる。いや、絶対今のが可愛いと思うよ。マリモくんって呼んでくれてる。可愛い時期ある。頭気持ちよさそう。お前ら安定感あるな。大輝はね、安定のもとに生きてますからね。そうっすね。モノくん、すっきりした顔してるね、今日。何、抜いてきたの？抜いてないですよ。本当？うん。抜いてない。抜くあれすらね。そうか。加害者の人も犯罪を犯してしまうに至る追い詰められた精神。あららららら、流れちゃった。
そのさ、うん、話をもっと言いますけど、はいはいはい、せっかくなんで、うん、あら来ましょうよ。あら、じゃあこう、こう沸かしてなくね。沸かしてます。あ、さすが沸かしてます。そうだね、はい、最近なんか連チャンだけど、そうですね、で君もね、そういうこういうのがね、こう入る体にならないと。いや、ただね、いい大人ですから、疲れがね結構あれしてるんで、多分結構すぐね、飲み物が、ね、霧島くんですよね。はい、霧島くん部活やめるってよ。黒霧島、うん、ね、お湯割り、どこさんはぶったんだって。いやいや、あいつは別に、あいつだってたまに今回のツアーって一緒に飲んだもんね。飲んでねえか、あいつ飲んでないけど一緒に飯食ったもんね。まあ飯は食ったね。そうそう、いいんですよ。ではじゃあ本日もお疲れ様でございました。はい、はい、みんなもお疲れ様でした。明日はね、今日は花の金曜日ってことでね、明日から明日お休みの方もねいるんでしょうか。あっちゃ、あ、暑いですか。あっち、いいじゃないですか。部屋の室温24度ですよ。ちょうどいいんじゃないですかね。明日は仕事、あ、すいませんね、水割りにしないの。この人お湯割りが好きなの。春夏秋冬お湯割り、この人。うん、お湯割りだね。うん、暑かろうがなんだろうがお湯割りなんだって。早く酔っていや、多分今日早いと思うよ、限界を来るのは。だって俺さっき配信で言ったけど、はいはい、本当にもう気を失うように寝てた、配信の直前まで。なんか言ってましたね、帰ってきてから。2分前に起きたって、うん、ね、24度引く、寒、梅干し入れないの。梅干しないでしょ。あ、梅干し入れるとかもね、うん、いいね。実際問題大丈夫かな、部屋。ん、部屋大丈夫かな。心配してんじゃないよ、大丈夫だよ。一言だと思ってなあ、ってことだと思ってるけど実際ランこれ着替えたら止まっちゃうから。モノ君ホテルギアに、あ、そう、俺もこれ着替えようと思ってたんだよ。着替えちゃおうかな。着替える、着替えますか。はい、食べてね。全然に大丈夫、カンプノリティシャンダサ可愛い。これはさ、あの送ってくれた人は見てないのかね。果たして君に送ってくれた方なのか、うん、ね、俺に送ってくれなかったら誰に送って、ね、君が買ったっていう可能性あるでしょ。ここにないだね。いやいやいや、僕差し入れですよ。あ、差し入れなんですか。差し入れ、それは確実、うん、ホテル着、ホテルで、ホテル着に絶対着ようか。人のもん着てんのかよって。あ、お前人のもんっていうか差し入れだからね。そうなんだよね、差し入れ、うん、T シャツ私も差し入れしました。 T シャツも差し入れいや、事務所に送ってくれればちゃんとあの千葉銀でって書いてくれれば、あの千葉銀ちゃんと届くんで。意外とね、誰宛てって書かないのが多くてね。そう、それね、ほんと送ってくださる方ね、あの一個だけお願いしたいのが、お名前をどうか書いてくださいっていう。本当にそうそう、例えばね、千葉銀にお米を送りたいって言ってね、何も書いてなかったら、これ誰のお米っていう、そう、そうなるんですよ。あとね、もうできればその多分スタッフの人が一回中身を確かめるために、はいはい、一回開けるんだよね。はいはい、で、あまりにももう全部バラッバラッバラッバラの状態で渡すとすごい大変だから、うん、一個にガッとまとめちゃったりするんだよね。うんうん、だから、ね、こうできればそのあれだよね、バラバラになった時にこう誰から誰に当てて送ってますよっていうのが。うんうん、分かる状態だとすごく助かるよ ね、 そうですね。あ、この差し入れはこの人から送ってくれたんだなっていうのがちゃんと分かってね、うん、お米送っていいんだって。いや、分からないけど、事務所チェックが入って、いや、お米はダメですってならないと思うよ、ね、お米はいいでしょ。さすがにならないと思うよ、うん、子犬送っていい。え、送られる段階で子犬は買えそうじゃない。生物はダメだよ。生物はダメだよ。じゃあよくもしたら子犬食わない、食わない。食べ物いいの。食べ物はだからあれですよ、あのしょ、だから すぐ受け取ってすぐ食べられるわけじゃないので、うん、こう賞味期限が長いものだったらありがたいよね、うん、ありがたい。お酒も大丈夫、お酒ありがたいんですよ。本当にワンカップでいいんでお願いします。じゃあ婚姻届を送っていいかって。もう君は。あ、俺そうでしょ、僕はそうすんのよ。
小川まず離婚だよ。重婚するんじゃないの。重婚なんて日本の法律ダメじゃん。デリヘル嬢を送り込んでいい。いやもうこの部屋にだったらいいですよ。ただちょっと自分じゃ困るよね。あと客払いは困るよね。あそうだお金払っといてもらわないとね、うん、そんな金はね客払いはやめてほしい、ね。うん、何のお酒が好き。小野くんはウイスキーですか。やっぱり基本的にはそうですね。一番はウイスキーですか。うん、僕はダメ。そうですね、僕はダメです。僕は焼酎ですかね。焼酎。放送紙に名前宛名書いていいんですよね。いいです、いいです、いいです。はい、一番いいさん結婚しましょうと。そうですね、まず出会うところから始めないとね。この人とね、いきなり結婚はちょっと難しいよね。なんで顔を見てないもんね、うん。おつまみは僕が持ってきた焼きスルメゲソこれ焼酎にはきっと合うと思うんで、噛んでくれたら。じゃあ噛もうかな。カロリーも低いんでね。ひばりんさんお友達になってください。まずは出会い系に登録。明日大阪どこか行きますか。もう行きませんよ。そのままメーバーフェスでガーってやってガッと帰りますよ。ね。ひばりん焼けたね。焼けたかな。まあでもね。引っ越しで結構ね、炎天下の中にこう荷物出したり下ろしたりしましたからね。焼けたと言われればそうなのかもしれない。うまくんは差し入れ何が欲しいですか。うわね、キャットフードだね。いや車車だって何がいい。アウディ。アウディ、うん、アウディが好きなの。いや、トミー行ってみただけ、うん、トミカならね。車ってね、本当に車来た時あったからね。あったね、うん、車あったね、うん、トミカみたいな。アウディいいね。いや車はね、ぶっちゃけいらないですけどね、本当に。うん、贈り物で何か印象に残ってるものありますか。いや、それはいっぱいあるよね、うん、いっぱいいっぱいあるよ、いっぱい。もうね、それはあげたら切れないですよ。うん、切れない。アウディのネジ。ネジなんかだって特注だけ。ネジなんて、ね、アウディのネジだけ手に入れるってなかなか難しいよね。なんかね、スト2みたいにアウディ1台ぶっ壊さないよ ね。ちょっとねガンガンボカンボンでそこを殺すって。自転車は、自転車いらないよ。自転車もあるもん、買ったもん、うんうん。私のお気に入りのお店の T シャツ皆さんに送るのがありがとうございます。まだ出ないよね。やってないかな。明日は難しいかな。キャットフードも興味があるしね。この子も。まあそうね。ノブ君スケボーどうしたって言われてますね。置いてます。家のオブジェとかしてますね。もうやらないの。なんだかんだやる気なんで。なんですね。ノブ君バリカンいる。バリカンもあるんで大丈夫です。図書カード。図書カードはもうこの人も。喜んじゃうよ、取り上がっちゃうね。いやでも図書カードって現金券でしょ。ダメダメなんでしょ。ダメですね。いや俺飛んで喜べそう、図書カードなんて。うんね。だからやっぱ飲め棒ですよ金のね金券ではないだろうと、うん、ね、物です。これ家に飾りますってね。黄金ね、うん、家に飾りますからって、うん、なるほど。米に忍ばせてもいいね。米に金を、え、金じゃなくて金券を。なんかでしょ。モノ君の名前呼んで、ハンナちゃん。純金か。服の間に挟んだらバレなくない？まあ多分正直バレないとは思いますけど、まあまあバレた時にあれなんでやめといた方がいいと思いますよ。うん、あれです。送り先の名前とか覚えられちゃうね。ね。しかもね、意外と事務所の人はね、うん、見てるかもしれない。これ配信を。出ないでしょ。出ないから。出ないと思います。切り取って保存する。ありがとう。お中元のビールとゼリー減らないから食べてほしい。そんなこと言われたって。そんなこと言われたって。まあね、厳しいですね。クビになる。いや、僕らはクビにならないですよ。だから送った人がね、ダメだダメだっつってんのに、
送ってきやがったっつってちょっとなんかね目つけられちゃうかもしれないよ。なんかそうね、なんかチケットの抽選とか外れさせられるようになっちゃうかもしれないよ。それはないそれはないこれどんだけね、あの陰室ラインの新居行きたい。ラインの新居ボロいボロい、もうね壁穴開いてんの。本当にこの前デザイン行ったら壁からゴキブリ出てきてやばったよ。モノくんちはまるで宮殿のようだったよね。僕んちはね、うちからこの部屋にたどり着くまでにね、5分ぐらいかかるからね、歩いてね、玄関から、うん、玄関から部屋にたどり着くまで5分ぐらいかかるから、うん、もう大変ですよ。モノくんちはもう宮殿だね、うんうん、すごいですよ、うん、新居もいいです、新居もういいよあの本当のことだけど、うちもそこそこ綺麗だし、モノくんちもそこそこ綺麗です、うん、いや、ぶっちゃけあれはいいですよ、うん、一人暮らしであの広さは十分でしょ、ね、なんか新居配信して、あのね、新居配信じゃないんだけど、あさっての28日の夜に、うん、できればあのうちの今までの家のお別れ配信をしたいなと思ってる、あ、ということを今初めて言った。明後日の夜なんかあれギリオみたいに甘くちゃう最後に、うん、なんでそんなに最後にお金かかることするの。人参人参、今まで綺麗にしてたのに人参人参今までうるさくしてごめんね、苦情嫌がってますねガンガンってね、これでこれでいつでも会えるだろうって、その部屋のお別れしたかった。いや、お別れしたでもうね、もう何にもなくなった部屋の中でただただ雑談するだけですよ。寂しい絵柄なんじゃないですか多分。もうだってもう何もないもん、うんうん、学校の近くに塾女に抱かれるだけでお金もらえるっていうバイトの張り紙があったけど、千葉銀やればって言われてるんだけど、一体どうすか。あるんだね、やっぱそういうバイトね。塾女はいけますか実際。でもお金がもらえるんでしょ、うん、バイトなんだから。いや、そうだけど、まあ、いくらかによるんじゃないですかね。いくらならいくらなら塾女を抱けるか、うん、その塾女も塾女でさ、いやまあ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 綺麗めの塾女とさ、いや単純に僕らの年齢から比例して考えなきゃいけないから、うん、僕らこそ30でしょ、はい、でも50とかですよ。いや別に比例する必要、あでもまあでも塾女って言ったらそれくらい、うん、それ塾、うん、40、50か、うん、うん、ですよ、60かな。高頭もはいけるって。高頭もお金もらえるんだったらいけますよ本当に、うん、半熟だけど大丈夫っつって50、60喜んでじゃないよ喜んでじゃないよお金もらえないとだけないのか。金もらなくてもいける。いやだって初対面の人でしょ、その人に恋愛感情があれば別にね、塾女だってなんだっていいだろうけどね、そんな初対面の人で抱くことが仕事ですよって言われたらもうね、お金もらわないと無理だね。金で何でもする千葉銀、まあ大体のことはするよね。いっぱいは怖くなってきたな、うん、えやっぱり荷物が怖くなってきた。荷物そって持ってくる、それともこれ一回切る、切れないといいんだけど、切れるかな。じゃあ抜いてみたら一回ビリビリ、あとモノくんがチキンなせいで一回配信が切れるかもしれないけど、その時はごめんなさい、あのもう一回枠取り直すんで、はい、すいません。あのね、モノくん、この部屋のさカードキーってさ